洪水アープ。ー時刻は6時57分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、間もなく7時になりますが、すでに有楽町日本総北上の温度計30.9度と <laughs>。そうなんですよ。あの、 このお建物に入るときに接触式の体温計があるんですけれどもはい、はい、そうですね。確かにね。あの、もう外が37度とかだと。<う>これはあの、どうなるんだと。本当 <laughs> なんか、やっぱこう、髪の毛とかが熱せられてる分だけ。<う>あの、7度超えちゃったりするらしいですね。<ー>そう。だって、外に向けたら、35度超えてるわけですよね。<laughs> 超えてるわけですかね,ですね。いやー、当。 <laughs> 困ったものですね、えー。今日も一つぼちぼちやっていきましょう。よろしくお願いします。お知らせはさんです。七時になるところです。八月十三日木曜日時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。 おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市かです。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。お,ざいますおはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュースこちらです。 WHO、ロシアのワクチン発表を受け、厳格審査の必要を示す。WHO、世界保健機関は、ロシアのプーチン大統領が、世界で初めて、新型コロナウイルスのワクチンを承認したことを発表したと受け、えー、安全性に関して、厳格な審査が必要だとの見解を示しました。えー、3段階ある臨床試験のうち、2段階目までしか終わってないということで、まあ、最終試験これからだということだそうですが、 はい。まあ、これは、あの、ロシアが今後ですね。はい。えこの、まあ、コロナウイルス関連のウイルス、あウイルスじゃねえ、あの、ワクチンのマーケット、市場で、まあ、なんと言っても先行者利益。はい。先に普及したことによる利益というのを取りたい一心で行われた、うん、あまあ、えー、決断だと思いますね。はい。まあ、やはりですね、こういったワクチン類っていうのは、先に普及したものが、あまあ、 適用例が多い。で、徐々に副作用が出やすい人、出にくい人とかも分かっていくので、はい、先に始まった方が確かに市場を取るには有利なんです。ただ市場を取るのに有利だからといって、 で、えー、その審査のステップを省略したと。はい、えー。で、実際この3段階の審査のうち、うんえ、一つでも省略するというのはもうほとんど例を見ないことというふうに、まあ、そういった医学、はい、医療の専門の方はコメントされてますけれども、うん、え非常にですね、えー、まあ、 ロシアだからできた、ああ<ー>、決断なのかな、というふうにも思ってしまいますね、うん。これちゃんとステップ踏まないと直接人命に関わるということでもあると,と。そうなんです。いうことで、まあ決まっているステップだったりするわけですもんね。で、さらにあの、コロナウイルスの場合はですね、はいえー、このコロナウイルス自身の致死性というのも、まあ、あの、もちろん、お一般の、おまあ、 風邪とかインフルエンザよりははるかに高いわけなんですけれども、うん、ではあ、このワクチンに比べてどの程度安全なんだと。はい、えーま。かつてのお、いわゆる天然痘のように、うん、本当にもうかかってしまったら、もうかなりの高確率で、うんえーま、亡くなってしまうという場合であれば、こういった緊急措置というのもあり得るのかもしれませんが、はい。えー、このお、ま、いわゆるコロナウイルスに対して、そこまで、 ええ、まあ、安全性確認されてなくても、お、接種するというまでの、え、喫緊性があると、まあ、ちょっと私は思わない。うん。まあ、ただですね。えー、このようにワクチン、えー、まあ。曲がりなりにも承認されたと。はい。ということは、今後、お、まあ。これ自身が、大きな成功を収めるのか。 え、これ自身はどう、まあ、ある程度、お副作用が出て、結局取り下げられるのかわからないんですけれども、えー、マーケットの方はかなり鋭敏に反応しています。んうんうんうん、あのー、円相場もね、うん、円安に触れて、なんていうことで、え一度106円台の後半に入ってきているということうですはい。これね、円相場ってのはちょっと特殊な相場でして、はい、何よりも日本と,という国はですね、えー、対外純資産、 えー、日本人とか日本企業が海外に持っている資産というのがものすごく多いんですね。で、海外の資産ってのは大体ドルで表示されている。で、えー、経済問題に不安が、世界経済に不安が生じると、はいえー、日本企業や日本人は海外に投資している資産というのを円に変える。うもうちょっと正確に言うと、まあ、為替ヘッジ という取引によって、為替レートの影響を受けないように、はい、えー、まあ、なんと言っても日本企業、日本人って、最終的に負債を返す、借金返すとか、企業だったら従業員の給料を払うとき、うん、円で払わなきゃいけないので、はい、ある意味、円になって利益が確定するわけですよ。うんで、えー、そういった、まあ、利覚の動きというのが、はい え早まると、うん、そうすると、円需要が強くなるので、はい、経済が不安定になると、よく安全資産としての円が買われ、という。ああ、そうですね。そういう解説よく聞きますね。うん、別になんかその世界的に日本円が安全なんではなくて、うん、日本人が特別に海外に、世界的に見ても圧倒的トップの対外純資産を持ってるので、不安を感じた時に、円に変える人が多い。 うんなぜならば日本人が多いから。はい。えー、日本企業が多いからと、えー。そういった流れなので、少し異世界経済全体に明るい兆しが見えると、むしろ、えー、その動き弱まって円安に動くということになるんですね。はあ、今回はワクチン開発があってるのが、それになったわけですね。まずは、あ<ー>コロナについてロシアのワクチン発表を受けてというところを,を取り上げました。続いて、C の日本放送ニュースです。 おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです 政府黒い雨訴訴訟ををめぐり控訴援護地域拡大を表明政府は昨日広島市への原爆投下直後に降ったいわゆる黒い雨をめぐる裁判で国の援護対象区域外にいた原告84人全員を被爆者と認める広島地裁の判決に対し広島県広島市とともに控訴しました控訴理由について語る安倍総理大臣です、えー、これまで、えー、類似の 最高裁判決とも異なることなどから本日上訴審の判断を仰ぐことといたしました同時に黒い雨地域の拡大も視野に入れ検証することといたしました引き続き被爆という必殺に尽くしがたいご経験をされた皆様に対する支援策にしっかりと 取り組んでまいります、えーまあ、控訴ということも大きく報じられてますが、まあ、一方で、援護対象地域の拡大を視野に入れて、検証をまた行うということが柱のようですそうですね、あのこの問題、もともとの発端はですね、はいえー、黒い雨、えー、というと、まあ、いぶせますじというより、まあ、はい、今村翔平。 監督の映画のイメージ強いかもしれないんですけれども、この黒い雨があ、ま、降ったあというふうにいい、ま、最初、おま、例えば、ま、広島市県とかが調査するんですね、はい、あの戦後すぐ。うんうん、で、えー、その時のお調査結果をもとに、えー、黒い雨による被爆の対象区域というのを決めたと。はい で、その区域に入っていた人については、まあ、いわゆる被爆者として認めて、うん、様々な支援を講じるというのをやってきたわけなんですけれども、はい、この当初の検査がですね、うん、結構手が回ってなかったんじゃないか。まあ当然ですが、原爆落とされて、はい、で戦争終わってというか負けて、うん、その中で本当に限られた職員がかけずに回って、 で、何、はい、とか特定した区域なんですね。うんうん、で、実際様々な証言というのを聞きますと、はい、もっと広範囲に黒い雨降ってたみたいだと。うん、なんですが、やはり時を経るにつれ、その特定がどんどん困難になっていく。はい、で、これに対して過去のいわゆる判決では、うん、まあ認めてこなかった。 それと整合性を取るために、今回も、控訴をということになるんですが、はい、一応あの、広島県、広島市も、えー、広島県も広島市も、はい、控訴となっていますけれども、えー、これはあの、制度上国側が控訴するとなったら、えーえー、市県も控訴せざるを得ない、はい、えという話で、うん、市県については、本来は控訴したくないという姿勢だったわけなんですけれども、はいえー、この、まあ、 これについては、あの、柳田国夫のまあ空白の天気図という、まあ、あの、マルポルタージュ、ノンフィクションありますけれども、実際、もっと広かったのは確かなようだ。で、この中で、その状況の中で、こういう決断なのかなと思っているのは、過去の判決を翻して、援護対象区域外の方々の、まあ、 権利というか、あの、被爆者としての認定を認めるのは回避したいと。その一方で、えーはい、実態として、えーま、英語対象区域というののお、ま、区域を広げることによって、 で事実上の救済を行いたいといとうののが政府の姿勢なだですね、この原告側が求めていることっていうのはそういうことなんですかというのが私非常に気になっていて、いわゆる金銭的な保障であったり、事実上の被爆者認定というのが必要だというふうに言ってるわけではないと。 特にまあご高齢の方にとっては、はい、えこの長い間、実際被爆者であるにもかかわらず、うん、その被爆者としての権利というのは剥奪されてきた。はい、または、国が自分たちが被爆したという事実を認めてこなかったと。うん、えそれに対する不満であったり、はい、やはりご存命のうちに、まあ、しっかりと正しいと言いますか、うん、彼らの信じる正義というのを貫きたいという意図があるんじゃないかと。 そう考えるとですね、はいえー、なかなかその事実上同じことになりますよというのではなく、うん、やはり何らかの司法の形で決着というのを、うん、まあ本来であればつけてあげるべきだったんじゃないかなと私は思うんですけれどもね。うんうん、まあね、あのー、知事や市長も誠に辛い気持ちと苦渋の表情で語ったと、うん、まあいうあたりも見ると、あこのタイミングで政治決断もあるのかなと。 ちょっと思ったんですけどね。あの、まさに、例えばですね、科学的に検証した結果、高域の確定は困難というのは間違いないんですよ。はい、なんですけれども、多くの証言であったり、ええ、まあ、聞き取り調査を見ると、確実に高域が当初想定したよりもだいぶ広かったことは確かなようなんですよね。というふうに考えたとき、さらにはもう一つはですね、はいえー 厳密に言うと雨降ってなかったとしても、そこに、 噂ってる様々な作物とか、はい、えー。まあ、例えばまあ、場合によっては川魚とか、うん、えー、そういったものを当時の食料事情ですから、当然食べてると思うので、はい、えー、そういった内部被曝についても否定はできないと思います。うん、で、まさにですね、えー、これあの原告団の団長が結論ありきの逃げの姿勢で許すことができないというふうに言ってるんです。けれども、はい、これちょっとわかるところも。あって うん、まずはその、司法的なあ過去の判決との整合性っていうのを最優先して結論ありきと。うん、で、えー、加えて、それに対して、えー、じゃあ事実上の救済を行います。はい、なんですが、うんえー、ちょっとですね、この政治の判断として、 え原告側が求めているものが何なのかっていうのを、今一度、その想像する力っていうのが必要なんじゃないかなと思いますね、うん、確かにその辺は行政や司法ってところは、動き出せないそうです、だからこういう時は本当は政治判断が必要だと思いますね、うんうんえー、そしてもう一つのニュース、こちらです茂木 <laughs> 外務大臣、今日から対面外交本格化へ。 モテギ外務大臣は今日からシンガポールとマレーシアを訪れ、新型コロナウイルスの感染対策やビジネス関係者らの往来の再開、中国の南シナ海進出など2国間の連携強化に向けて協議する予定です。あの、先週イギリスロンドンを訪問していて、うんえー、今度はシンガポール、マレーシア、さらにパプア、ニューギニア、カンボジア、ラウス、ミャンマーと。はい。おー、まあ、これ。 かなりね、勢力的に外交をするぞと、と、うん、いうことを示しております。まあ、これちょっとお、まあ、大きな話をしてしまうとですね、はい、なぜこの時期にこんなに集中的に、ええええ、外国に行くのかというとですね、国会が空いてる間って、うんえー、閣僚が海外に行くハードルが非常に高いんですよね。はい、で、その結果、特定の時期に集中的に、まあ、 まあ、外訪をすることになる。うん、外国を訪れることになる。この仕組みちょっと変えませんかねと。特にせめて外務大臣については、はいえー、海外、えー、できる限り、まあ、訪れて、うんえー、現地の様々な政治家あ、そして主要閣僚、または将来の主要閣僚かもしれない。はい、そういう人たちと、まあ、交流とかコミュニケーションの機会を持つというのが重要なので、うん、あの、まあ、ちょっとね、えー このお、いわゆる国会が開いてない間に集中的にやらざるを得ないと、はい、えいう、この状況自体は改善すべきだと思うんですけれども、今回の歴史法、まあ、先週はもう明確で、あのテーマはもう日英連経済連携協定、はい、えです。で、やはりあのイギリス EU 離脱を受けて、各国と FTA、 倍のの、つまり一国対一国の一対一の、はい、ま、経済連携協定というのは非常に求めていますので、その詰めの段階で、やはり、ま、あの、はい、外省を行ってしっかりまとめてくる。えー、これもわかりますし、そして、今日から、そして、まえー、20日から、あはい、この、ま、南アジア、えー 東南アジアですね。うん、東南アジア地域、太平洋地域というと、これはやはりですね、今後、えーま、世界の安全保障体制の中で、はいま、日本ができることは何なのかと。うん、で、えー、確実に中国の勢力が拡大している地域ですと。うん、で、一方で、アメリカ、 あーオーストラリア、はい、あイギリスうん、まあ、ニュージーランドもなんですけれども、えー、そういったあ、まあ、いわゆるアメリカ側のお、まあ、グループというのに、まあ、日本はもう属すことになるはずなんですね。はい、でその中で ただ日本はアメリカに比べると現時点でも中国との距離感というのがやや近いと、はいでえー、この中国との距離感の相対的な近さっていうのをどうやって日本が外交の力として活用できるかというのは非常に重要ですうんまあこれからですねいろいろ外交難しい局面かと思いますが、はい、どういう成果が出てくるのか見ていきたいですよね。う えー、この時間飯田康幸さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も飯田さんにお付き合いいただきますおはようニュースネットワークでした日本放送飯田康二の OK 康二アップ教えてニュースキーワード 7時26分になるところです。お送りしております。え、はい、OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。カマラ・ハリス。 アメリカ大統領選挙の民主党の候補となるバイデン前副大統領が現地11日副大統領候補に黒人女性のカマラ・ハリス上院議員を選びいよいよ選挙戦が本格化します、えー、昨日も速報でお伝えしましたが高齢、えー、のバイデン氏は当選しても2期目を目指さない可能性がありまして万一の時に職務を引き継ぐのは副大統領のハリス氏となります、えー、西部カリフォルニア州選出55歳の上院議員、うん でお父様がジャマイカ出身の方、お母様はインド系という方だそうです、はい。まあ、そして、父親は、あの、はい、結構有名な経済学者。おそ<ー>うドナルド・ハリス、ね、という人で、はい。えー、まあ、資本蓄積、えー、とお、所得分配。 ええ、なんていう、まあ、研究があるんですけど、ええ、まあ、あの、まあ、様々な経済学者、ああ、関連して発言してますが、まあ、どの程度ね、お父さんから経済政策の影響を受けるのかわからないんですけれども、ええええ、あの、いわゆるポストケイン事案と呼ばれる、えー、例えば、所得分配によって、ええ、貧しい人、お金持ちによって、 で、投資行動が違うので、うん、それがあ、国全体の、例えば、資本蓄積って言いますけれども、うん、どのぐらい株式投資されるか、どのぐらいそれによって工場ができるか、みたいなプロセスに、所得分配が影響を与えていくっていう、うえー、そういった、まあ、研究をされた方あで、まあ、それはカマラ・ハリス氏とは関係ないですが、うん <laughs> えー、はい。えー、で、えー、この決断、えー、非常に選挙戦略として非常にアメリカ的なんだなと思ったんですね。 というのも、カマラ・ハリス氏、えーま、お父さんがジャマイカ出身、お母さんインド出身、うん、いわゆるマイノリティ・マイノリティの間に生まれて、うんうん、そして、はいえーま、特にアカデミックな意味で、または実務の面で成功されて、現在上院議員、はいえーま、マイノリティのスターみたいな方なんですけれども、この人、 を、おまあ、支持する。例えば、まあ、この、おカマラハリス氏の副大統領氏名について、黒人票、マイノリティ票のお掘り起こしのためというふうに、はいえー、言われることあるんですけれども、えー、そもそもその、カマラハリス氏を、支持する。うんうん、また、カマラハリス氏が、えっ、ー、と、副大統領候補になったあことによって、まあ、 投票する。そういったマイノリティ黒人層っていうのは、はい、そもそも何があってもドラトランプに投票しない、トランプ大統領に投票しないんですよね。通常、多くのヨーロッパであったり日本の選挙だったら、こういう時、もともと鉄板の支持層っていうのを固めるんではなくて、はい、むしろ、 中間層。うんえー、今だとん、どっち、ドナルド・トランプも悪くないと思うぞと。だけど、はい、いやいや、でも、ちょっといい発言見てると不安だな、みたいな、スイングしている層に、受けのいい副大統領候補っていうのを選ぶ。うん、こういうのは注意投票者の議論っていうんですけれども、うん、おかげでやっぱだんだん真ん中に政策が寄ってくる。うん、人選が寄ってくるんですよね。一方でアメリカの場合は、ええ、こういう、 一番極端な層っていうのを取りに行く傾向がある。うんうん、これ非常に面白いなと、面白いというか興味深いなと思うのは、えー、その理由の一つが、やはりアメリカ大統領選の場合、はい、投票に行くか行かないかっていう選択が非常に重要で、うんはい、かつ、やはりあの、若年マイノリティ層ですと、はい、有権者登録の割合であり、うん、そしてまあ実際の投票の割合が、 まあ特に何もしないと非常に低い可能性があるそれを高めていくという戦略なのかなと。うん、これなんかがですね、はいえー、結構その、 大幅に投票率が動く。まあ、これ、典型的なのはやっぱ、オバな大統領選の時,の時で、ね。はい、ですけれども、うん、この投票率を動かすことによって、選挙結果っていうのに影響を与えていこうという、うん、ちょっと当たる、あの、日本ではあまり見ない動きなんですね。はい、まあ、日本だと、投票のね、えー、投票権の部分っていうのは、もう、うん、あの、自分の住民票のある住所に、あの、 黙ってても送られてくる黙って送られてきますから。これ、アメリカの場合は自分で登録しに行かないと、まず投票権がないんですよね。うんうん、だからそこの部分で、やっぱり黒人マイノリティの若年層っていうのは、そもそもさ、こんな投票したってかんねえだろうって言って行かなかったっていう。まあ、<う>ヒラリーさんが負けたっていうのはそこに原因があるんじゃないかって指摘ありますよね。うん、あとはまあ、もともと、そこまで政治的な関心が高まってないと、はい、まあ、あの、有権者登録に行く っていう考え方にならないうちに実際の選挙が始まって走り始めちゃって終わっちゃうっていうこともあるかと思うんですが、この日本の場合もこの戦略って一部、まあ、あの、活用できるんじゃないかというふうに思ってる。よくですね、え、若者の投票率が低い、もっと選挙に行こうっていう、まあ、僕はしょうもないキャンペーンだと思ってるんですけど、あの、そんなこと言ったってしょうがないんですよ。 そんな全体的なこと、中立を装ったことを言わずに、はい、この候補に投票するために、うん、この候補に一票増やすために、みんな投票に行こうっていうふうに言わないと刺さらないんですよね。はい、あの、だからこそ、このアメリカの、まあ、今回の場合は民主党の戦略っていうのは、はい、今後、例えば日本の、まあ与党だってそうですし、うん、野党は特にですね、掘り起こし票を掘り起こすときに、ええ、真ん中によって、 つまりまあ自民党に今だったら寄って票を獲得するんではなくて、これまで投票に行かなかった層が、この人に投票したい。または別にこの人に一票入れたいって思わせる。え、それこそがね、え、実際のところ投票率の向上だし、投票率向上させましょうって、まあ、 正直言うと楽なんですよ。うん、だって特定の候補を応援すると、はい、あいつは敵だ味方だってなるけど、投票率を上げようって言うと、なんかみんな、まあ、僕もね、投票率は下がるとは全然思わないので、なんかあの、誰も攻撃できない、そして実効性がないことを言っている、それえはっきり言って意味がない、うん、ですから、あの、本当に投票率を上げたければ、この候補者に投票するために投票所に行こうって言わないといけないと思いますね。うんうん えー、今日のキーワードカマラハリスでした。OK, cozy up。時刻は7時35分です。えー、メールツイッターカマラハリスさんについていただきました。はい。マナミさん女性会社員の方。この方はカリフォルニア州のオークランドで聞いてらっしゃるそうです。はい、えー。オークランドはカマラハリスさんの出身地だそうです。あ<ー>、えー、そうですよね、えー。カマラさんはインド系の二世ですがアメリカでは黒人として認知されています。インド文化を継承しながら黒人としてのアイデンティティを持ちながら育てられたそうです。うん 実は私の娘もオークランドで生まれ、日本人と黒人のアイデンティティの中で育ちました。ですんで、シンパシーを感じざるにいられません。河原さんがランニングメイトになって一気に心強くなったバイデンさん頑張ってほしいです。なるほど。そう、まさにあの、カリフォルニアは、どう転んだって民主党が取る。うん。ですから、これからの勝負どころというのは、スイングステートと呼ばれる、まあ、どちらに転ぶかわからない、えそういった州の動向ですよ。 コーアップ。時刻7時44分に今なりました。お送りしております、OK ケーコーアップ。お相手、私日本放送アナウンサー、飯田浩二と、新業市課がお送りしています。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップー 国民民主党の玉木代表、立憲民主党との合流をめぐり、反対多数で分党を表明。国民民主党の玉木代表は昨日、民放の番組に出演し、立憲民主党との合流をめぐる分党について、今の条件では合流に反対する役員が多かったため、否決を避けるため、分党を表明したと説明しました。分党。はい。だそうですが。 これ、多くの方あ、不思議だと思いませんか、うんえー、国民民主党の中で、えー、ま、国民民主党として活動を続けていきたい人がいて、はい。立憲民主党と合流したい人がいて、はい。で、えー、玉木代表が、ま、そこまで合流に前のめりではない以上、うん、じゃあやめて立憲民主党移りゃいいじゃん、と。ああ、そうですね、はい、みんなね。 うん、あの、まあ、もちろん参院とか比例で当選した方は難しいっていう場合もあるわけなんですけれども、ね、えー、筋論としてはそうなのになぜそうなってこなかったのか、これまで。うん、というとですね、えー、この文党と文派というのは大きな違いがあります。はい。例えば、今、あの、国民民主党を所属の議員が、うん、国民民主党がずっと存続したまま立憲民主党に 移ったとすると、はい、この国民民主党が持っている、えー、過去のお政党助成金のストック、うん、ま貯金ですよね、はいえー。これは全然もらえないんですよね。で、立憲民主党としても、うんまあ、その持参金がない状態で来てもらうよりは、はい、なんとか、まあ、本当だったら完全に合、まあ、流といいますか、合併して、 もともと同じ政党だった気もするんですけれども、ですから、まあ、<laughs> その旧民主党時代からの貯金っていうのを、えーまあ、また、えー、一緒に使いたい、えーえー。で、えー、実際、まあ、衆議院選迫っているという噂もある。はい っていう状態ですと、その資金、ちょっと立憲民主党厳しいというふうに言われてるんですね。なので、えー、まあ、旧民主党の、はいま、お金を当てにするということ。で、えー、まあ、一方で国民民主の方はですね、うんえー、特にまあ、玉木さん、別に私、玉木さん、えー、特に仲いいわけでもないですけれども、わからんでもないのはずっと、はい、正直国民民主と立憲民主、全然政策的に相入れないと思ってます。よく昔一緒の政党にいたなと思うぐらい違うんです、うん はい、で、えー、そういった中で、えー、なんで何回もこの合併とか合流とかそういう話が出るのかって言ったら、このやはり、えー、貯金のストック、政党、はい、助成金の貯金っていうのの取り扱いをめぐる問題っていうのがあるからだと思います。だから、あまあ、一回と言いますか、分党という形で、新しい党を作る。 二つ作る。はい、とすると、まあ、仮に、新国民民主党と、うんえー、立憲合流党みたいな、うん、まあ、そんな名前しないと思いますけれども、っていうふうな党を、あの、一回、ば、あの、作っていくと、今度人数割りになるんですね。<ー>で、その人数割りにして、一回もこの話生産しませんか っていうのが。で、それがないとですね、立憲側としては、はい、いやいや、民主党でどっちかって言ったら多数派だったのはうちらだろうと。<laughs> うちらにその助成金来ないのおかしいだろう。で、一方、 国民民主としても、いやいや、だって、その、党の組織としてずっと民主党からやってきたのはうちらなんだから、はい、それはうちのだろうって言って、まあ、なかなか折り合えないし、今後、はい、様々な形で選挙協力とかをしていくときにも、しこりになってしまう。うんはい、健全な野党というのを作っていくという考えに立つと、この過去のお金、 一回やっぱ生産してしまうっていうのは僕は正しい方法だと思うんですよね。あの、ね、別に政治家も霞くって生きてるわけじゃないので、はい、で、さらにやっぱ選挙、えー、金のかからない選挙って言ったところで、まあそれなりにはかかるわけですよ。 でえ、そう考えるとですね、玉木代表の提案というのは、まあ非常に合理的ですし、まあ正直国民品種としてはまあ損するわけですけれども、当たり前ながら。まあそうですよね。二、えー、つに分けてしかも実産金持ってかれちゃう,、うん、う実産金持ってかれちゃうわけですが。うん、でもそれでも、やっぱりちょっとね、うん、いつまでこの話やってんの まあ、うそうですよね。結局、政策でってみんな大義名分掲げるけど、うん、金で引っ張られて、うん、政策なんて後回しみたいな合流の仕方ばっかりを繰り返したわけですよね。やっぱりね、これ私自身も周り政治家の方聞いてると、はい、その選挙をめぐる金の分配でこじれるとですね、はい、やっぱね、はい、感情的にちょっと一緒にやれないって、はい。 っていう感じになるんですよねあの結構あの、だから執行部に嫌われて、はい、公認のお金を、振り込まなかったらそれは違反ですけれども、えー、公認のお金を振り込むのを遅らせるとかね、そういうの結構あるので、はい、話聞きますんで、えーえー、そういったまあ金の問題でぐじ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 、 言い続けないためにも必要な措置だったと思います。で、実際ですね、今後、野党というのがどういった形で、まあ、国政というのに影響を与えていくのか。はい、で、かつて、と言いますか、あの、まあ、55年体制のような、要はもう自民党が全部決めますと。で、それに対して社会党が時々ちゃちゃ入れますみたいな、はい、その、まあ 慣れ合いの、ええおまあ、国会というのには戻ることないと思うんです。うそうするとですね、えー、やはり野党からも提案をしていく、はい、議論していく、そして政策立案できる政党っていうのを作っていくためにはですね、うん、一回やっぱちょっと政策単位に分けて、はい、で、えー、一方で、えー、やはりそれはね、あのー、 まあ政治の世界ですからえ数は力ですからえ自分の意見を通すために時にはまあ野合をするうつまりまあ,ある程度政治的なスタンスが違うところが一団結してえ例えば政権を取りに行くとかまたは政権を維持するとかそういった動きになるのはしょうがないんですがやっぱり一回すっきりあの政策単位で政策思想の単位で政策 分かれた方がいいと思います、ね。そのためにもいい一歩になると思います。まあそうするとこの先ね、あの、立憲の方は、まあ憲法も守りで、まあ今までの路線で行くと思いますけど、国民民主の方はこれですっきりして、まあ消費税も下げるべきだし、うん、という形になってくるんですかね。そうですね。で、給付金もやると。いわゆる休業助成もやると。はい、いわゆる反禁縮えー、プラス憲法についても、えー、まあ、もちろんあの、 濃淡はあると思うんですけれども、会見というのを将来的に考えていく。うんえー、そういった、あの、政党になっていく。まあ、これはざっくりした、としたイメージですけれども、自民党を中心として、えー、どちらかというと、高派的な、はいえー、野党である維新と、ハト、うんえー、派的な野党である国民民主。 っていうのが、左右につくという感じ。はい、で、そこで対立していく。だから、まあ、その意味で言うと、えー、自民党とちょっと違う姿勢っていうのを、その中で議論していくということは僕は悪いことじゃないと思いますね。そこでじゃあ、あとはスッキリしないのが、支持母体の方ですか。 うん、そこがどうなっていくか。まあ、連合のね、えー、構図会長は、うん、とにかく、う全員で来ると。うん、できるだけ多数で合流するってことが大事なんだっていう,う言ってますが。あ、そうなんですよ、ね、あとはね、正直ね、組合の動員力っていうのも、はい、まあ、落ちてる落ちてる。まあ、実際落ちてるんですけれども、やはりですね、えー、まあ、民主党系の選挙、はい、と、お、を見てるとですね、かなりやっぱりその組合経由での動員っていうのが、うんうん、あ、 結構重要なんですよね。まあ、ポスター張り一つ取ってもね。で、うん、それこそあの、国政のレベルだと色々、はいろいろ、まあ、興味を持ってやって、えー、いただけるむくもあるんですけれども、はいえー、やはりそういった国政を支えている、えー、都道府県議、そしてもう一つは市町村区議ですよね、はい、区市町村議、うんえー、とかを見ていると、やはりその、ある程度その、組合からのバックアップがないと、うんえー まあ、野党側の候補者ってのはかなり厳しい。はい、だからこそお、その力を分散させたくないっていう、うまあ、構図会長の考え方もわかることはわかるんですけれども、いつまでそれやってんのっていう気分もしますよね。う えー、今日のスクープアップ、立民国民の合流分党というところの話から、まあ今後の野党のあり方までお話いただきました。えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーで配信していきます。番組ホームページご覧ください。 お送りしてまいりましたオッケー工事やップお別れの時間が近づいてまいりましたプレゼントご当選の方まずは発表ですはい番組オリジナルマスキングテープ3人の方にプレゼントです埼玉県三郷市辻元直人さん横浜市港北区安弘明さん目黒区橋本千恵子さんおめでとうございますおめでとうございます 明日のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。えー、そして今日はですね、新、え、坊、ー、ごめんなさい、えー、新業アナウンサーも私,私も <laughs>、はい、<laughs> いろんなものがごちゃになっちゃった。<laughs> えっ えー、この後も実は二問作で番組があります、はいえー、まず新庄さん午後2時半から3時半まで郷里香彌さんがパーソナリティの SDGs マガジンという特番の中で、はいえー、出てくるそうなんですインタビューを少し担当いたしまして<い>、えー、国連広報センター所長の根本薫さんとミクシーの笠原健治会長の、えー、インタビューをお送りしますのでよろしければお聞きください、はいは、えー、そしてその後三3時半からの辛抱次郎ズームそこまでゆかには私も出ます、はい、まあ新型コロナなどにズーム m ということでこちらもぜひお聞きください えー、今朝は飯田秀樹さんとお送りしてまいりました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ,あ,したあの学生さんから夏休みで結構メールが来るんですよ、はいえー。この方はですね、ジャーナリスト志望の高校生から。飯、はいえー、田さんどのようなことに心がけて社会的事象の分析をされてますでしょうか。的確な目線をどうしたら手に入れられますかというふうにいただいた。これはあの重要なポイントがあって。えーえー まず様々な主張というのが検証可能命題になっているか<ー>つまり事後結果を見て正しかったか間違えていたか、はい、チェックできるタイプの主張かどうかそしてもう一ついろいろな自分で議論を予想立てる時にも予想可能性、はい、予想に役に立つか<ー>、えー、将来予想できるか、まあ、当たるかどうかまあ まあ、まだわからないわけですけれども、はい、予想ツールとして使えるかどうか、この2本が重要だと思いますねあ。予想ツールとして使えるためにはちゃんとした根拠がなきゃいけない。そうですね。ううとえー、あとは、まあ、ある程度数量化が必要だと。ああ、なるほど。えー、田さんどうも今日もありがとうございました。あ,ありがとうございました。したこの後、ハッピーです。この後は、書き家の正し、あなたとハッピー。